皆さんこんにちは、どうもゴピです。というわけで今回は、今日のねお昼の12時からやってまいりました。こちら神チャレンジ、制限時間20分、まあ称号チャレンジですね。こちらやっていきましょう。まあ多分前回の機械チャレンジの、まあ、続編にあたる称号チャレンジですよね。まあなんで多分生半可な難易度じゃないと思います。はい、まあちょっと心してねかかりましょう。というわけで今回もスタミナ99バトル10、アシスト無効ということで、なかなか難しそうですね。やっぱさね、神だからね、称号の神ですよ。こんな中二病感のある称号ありますか。まあやっぱりね、神ってさ、そう簡単に名乗っていいものじゃないですか。まあだからね、多分結構むずいと思うんですけどね。まあやっていきましょう。でもう初見はね、ちょっとラフィーネでいきますわ。はい、まあこんな感じですね。超覚醒潜在はこんな感じです。はい、まあそうだね、ちょっと一応耐性とかもろもろはね、まあ、やってはいますけどね。ただちょっとフェゴランね、お邪魔にしたかったんだけど、ちょっとバインドワンチャン怖いんで、アシスト無効なんでね。そう、バインド武器意味ないんで、まあちょっと今回はバインドですね。はい、で相方こんな感じです。まあアシスト意味ないんでね、もうこのまま行きましょう。でさ、バナーがさ、ラジエルだったじゃん、まあ、だから多分ボスはあいつだよね。うわこれずるいわマジで。なんでさ初手からそんなことすんの、ずるくないこれ。まあフェゴラン使うけどね。いやこれはずるいわさすがに。でもこれ初手からチャコル行くわ。もうなるほどね、こういう嫌がらせもしてくるんだ。多分単純に敵のステータスもやばいと思うんだけど、こういう嫌がらせもしてくるんだ。そうバナーがねラジエルだったんだよね。しかもさ今さ、そうこれコンボドロップがね降ってくるんだよね。まあ多分これはそういうことでしょう。まあただまあ正直ね、このパーティー結構ね参加さんあるし、無効貫通とか、うわそういうことか。うわこいつやばいな。で、あでも裏じゃないんだ。じゃあこれ毒耐性で弾けるわ。あーよかった、こいつ裏だったら、だってさ毒花火食らってんじゃんこれ。さすがにそこはあれか、やっぱちょっと慈悲の心を見せてくれたね。ただしっかりここは、水を決め忘れると。ただこの段階のラフィーネは5色かっこ4色以上回復でね、あの倍率が出るんで、まあここもしっかり倒していくと。うわ覚醒無効また来たぞ。いやマジか、ちょっと7秒で頑張ろうか。まあ言ってもね、耐久力高いんでね、もうちゃんと色決めてやればね多分大丈夫だと思いますんで。いやでもさフェゴランこれたまんねえわ、やべえ。これ5ターン耐久だ。いやこれさ言ってもさあれだね、これラフィーネむしろねこの形態の状態の方がいいよね。だってさあの2回目の変身の後だって6色決めんといけんじゃん。ただこの段階だとねそんな決めなくていいから、まあむしろここはねまあ楽ですわ普通に。ただ今こいつバインドしてきたな、ちょっと怖いなそれ。リーダーに飛んでくるとマジでやめてな、本当にそれはね。いよいよ笑えなくなるから。さあこれでフェゴランが帰ってきます。あと覚醒無効も帰ってくる。うわこいつキモいなマジで。お前マジでそういうことしてくんのか。いやでもこっからは倍率出るから。あただちょっと L 字組むべきだったな。なんか火力はね足りとるね。ごめんなんか今炊飯器の音が鳴ってるわ。4回です。は？いやでもまだ大丈夫、まだ大丈夫だ。うわなんか結構そういうの飛んでくるんだ、消せない覚醒無効。やばいねラフィーネ潰しにかかってんじゃんこれ、恐ろしい。そう前回もさアシスト無効だからさ変身キャラ結構厳しいとこあったんだけど、なんだかんださやっぱ変身ロボがさ強かったじゃん。今回もねやっぱそういう路線で来るんだったらやっぱラフィーネ結構ね
有利だと思ってたんだけど、ちょっとここまで消せない覚醒無効やられちゃうとね、ちょっとさすがにまた L 字失敗したし、下手くそか俺は。うわ、なんか地味に削っとる。75盾張りました。うわ、それはさすがにちょっとダメだ。うん、これさすがにこれ使おう。あれ、あ、そうか。うわ、アシスト無効だった、やべえ。ってことはこのパーティー L 字がありません。え、お前しかも消せない連発すんの、嘘でしょ。あ、待って、いや違う、待って、あ、ごめん、うん、ここ使うべきじゃなかった。そうだ、別に一色の消せないだったら大丈夫だった、やべえ。しかもさ、これ全然削れてないじゃん。これ発狂食らったらやばくない？うわー、こいつ消せない連発型だ、やべえ。あ、やべえこれ。え、これ積んでない、これ。ちょっと待って、これ変身させるよとりあえず。いや、ちょっとそれやばいわ、それ終わっとるわマジで。あ、しかももうなんかシンプルにパズルミスったし。よし、いや、こいつ強敵だったな。こいつ倒すの結構でかいんじゃない？こいつバインドだよね。バインドは多分誰も効かんはず。ですよね。よし。うわ、やっぱね、このダンジョン普通に凶悪だわ、マジで。ね、アシスト無効だからさ、バインド持ってないね、リーダーとかだと、もうことごとく潰されるじゃん。やっぱその辺のさ、やっぱ弱みを的確についてきてるわ。すごいわ、このダンジョン。マジで。あ、もうちょっと待って。もうさっきからさ、ルーレット拾うのミスってんだけど、やばい。危ない。まあ、こいつは多分大丈夫でしょう。あ、あとね、フェゴラをちょっと見るに変えてきましたわ。うん。まあ、これでね、お邪魔暗闇毒全部 100% なんで。で、お前あれだよな、吸収だよな。吸収は大丈夫ですよ、今回。いや、ただちょっとさ、さっきみたいな消せない連発とかされたらもう無理だわ、そんなの。すごいね、やっぱ多色流行ってるからね、それをやっぱちゃんと潰してきてるわ。やっぱもうね、その時点でさ、簡単にはやっぱクリアさせる気ないよね、本当に。あー、てか俺ラフィーネ使うの忘れとったな。これ使おっか。さあ、7回です。あ、また吸収だ。まあ、やっぱ吸収無効はなんだかんだ必要なんですね。お邪魔期間よ。 OKOKOK。 じゃあもうこっからはね、もう火力がねちゃんと出ますんで、はい。いや、ここまで来たらもういいでしょう、もう大丈夫でしょう。ちょっとやっぱオイフェが鬼門だったわ、マジで。あっこだね、あっこやばかったな。逆にさ、そこ超えたらもう多色でも結構やれるんじゃないかな。だってあとさ、ラジエルはね、普通にコンボ吸収満たせばいいわけだし。あと誰がおる？次何回？ 9 回？ 8 回か。うわ！でも、お前も別に大丈夫なんだよ。こいつコンボ吸収してくるだけだよね。あー、でもこれあれだな。こいつさ、確かさ、あれだよね。なんかムート降臨にいるやつだよね、確か。こいつね、強制5、6番目してくるから、もうこの時点で、アトリとか全部潰されとるわ。うん。まあ、アトリで挑む人多分おらんと思うけどね、そもそも。まあ、そういう役割だね。これ多分7、6潰しだ。さあ、9回です。え？え、お前ボスじゃないの？嘘。お前ボスじゃない？マジで？え、じゃあ誰や？え、誰がボスなんこれ？え、お前じゃないの？なんで？お前バナー飾っとったじゃん。詐欺じゃねえかこれ。
まあ、ただ76状態でコンボドロップ降ってきてね、でラフィーネ参加さんですから、うわでも硬いわしっかり。ラフィーネの火力を持ってしてもワンパンできない、やっぱいいね。まあいいや、まあとりあえずこれで、はい、ボス到達です。残り時間560秒、結構時間かかっとるな。やっぱちょっとこれあれだろ、またなんか裏ステージ来るでしょこれクリアしたら。え、うわ裏だ。え、ちょっと待って、いやこれ A 波かけよう、 A 波かけて、嘘マジで、いやお前かよ、ちょっとここ、ちょっとマジでやばそう、いや絶対硬いじゃんこいつ、ちょっと光と闇は多めに組むわ。いや光だな、光大事。いやーでももう時間がねえ、いやーもうこれ精一杯。あれこれ何パーだっけ、初手なんか4割ぐらい減らさんといけないんじゃないっけ。うーわーあぶねえ、いやこれやばいね、ちょっと今危なかったぞ。いやこれはねやっぱきついわ。だってさ、ラフィーネとセシリアの A 波かけてようやくまあなんとか削れたって感じだから、いやこれ相当硬いわこれ。ただこれでジ・エンドと、よし。さあというわけでまずはこっちですよ。ああはい、さあというわけで、今回もねこのハテナハテナハテナなるダンジョンがね来ているということで、まあこっちもねやっていきましょう。じゃあまあ多分ねダンジョン中身変わってなくて、多分ね時間が短くなってるだけだと思うんで、まあこっちはもう垂れ流しでもういっちゃいましょう。よーし、じゃあちょっとね今回もしっかりねボスまで、なんか色変わったし、いやでもいやむしろこれ光の方がだって削りやすくない？いや光の方が削りやすいでしょこれ。あーでももしかしたらセシリアを使わなかったのもしかしたらひよった手かもしれん。いやでもさすがに、あなんかパズル下手くそだ。いやでもこれはさすがにいけるでしょ。さっきさ闇代わり半分ちょっと削ったよな。え、うわ今回闇代わりか。ねえこれさまさかと思うけどさ、こっちのハテナハテナハテナになってさ、敵のさHP 上がってるとかないよね。ちょっとここさっきね、ちょっとこのロックに振り回されたから、こうしっかりロック解除して、で、ちゃんとこれでセシリアで A 波かけて、で、ラフィーネ使おう。
いやー、ちょっとさっき手加減しちゃったかもしれん。いやー、でも今回は絶対大丈夫。で、ちょっとこれ場面悪いけどね、これ。こんな水ドロップいらないんだけどな。まあ、とりあえず行くわ、一旦。いや、絶対おかしいって。だってさっきと削りがさ、明らか違ってたじゃん。絶対これステータス上げてるよ、これ。ちょっと気コンボ強化も入れたいから、ちょっとここは、あー、くそ。いやー、でも光と闇こんだけいっぱい決めたら大丈夫でしょう。ちょ、落ちこん。あー、気落ちこん、いいね。マジもんね。いや、もうなんでさっきから、向かってマジで。ねえ、ここでさ5色組まずにさやるのどうよ。例えばこんな感じで。だってこれだったらアテンも軽く出ないわけじゃん。なんでさ、マジでムカつくこのゲーム。おかしいだろうが、いかにしろよ、マジで。怖い。さあ、来たぞ、ちょっともう編成また変えたわ。アテンと、アテナ、この二人投入した。まあ、ただね、火力はね、多分これで上がったと思うんだけど、ちょっとね、道中の安定感がね、めちゃくちゃ落ちたわ、これに変えて。いや、でもちょっともうこれさすがに、いけるでしょ、もうこれで。もうこれで引けんかったらもう無理だわ、さすがに。それか、もうそもそもラフィーニで行くのが間違ってるか。もうどっちかやな。いや、絶対このパーティー強いと思うんだけどな、俺は。俺はそう思ってやってきたのに。ちょっとここね、どうしよう。うわ、これ何色が欲しいか。キーいる？うん、もうこれでいいわ。いや、でも頼むわ、さすがにさ。いや、これ行くでしょ。ねえ。落ち込むいいね。よし。は？おい、もうこれで勝てんかったら俺もパズドラ引退する覚悟だ。ああ。おい、グラビティだろ、これ。要は。いや、でもなんか、15% じゃなんか物足りなくない？大丈夫？いや、俺信じるぞ、マジで。え、さっきのさ、こいつどんぐらいダメージやってきたっけ？このさっきの発狂みたいなやつ。言ってもさ、多分ヘラの軽減ぐらいじゃ耐えられんダメージだったよな。ちょっと覚えてないけど。いや、ちょ、マジで頼むわ。じゃあ、ちょっと待って、色、頑張って拾おう、とりあえず。いや、ごめん、無理だ。いや、俺は気持ちが違う。うわ、オッケー。よっしゃ、やったー。あっぶねー、マジで。お前ふざけんなよ。お前とは覚悟は違えんだよ、バカタレが。ほんまにふざけやがって。いや、そういうことがグラビティが。いや、これさ、まともに殴ってさ、削れるパーティーなんてもうほぼないでしょ、こんなの。いや、この削りだよ。いや、絶対これさ、ね、さっきさ、いや、これ多分ステータスとか変わってねえわと言ったけど、絶対こいつだけ魔改造されとるわ。まあ、そうだよね。だったらわざわざね、二つのダンジョンを準備する必要性ないもんね。そう、前回の機械がさ、あれだったじゃん。多分ステータス変わってないんだよ。今回絶対ボス強くなってるもん、これ。よーし。うわ、普通にだるかったわ。機械チャレンジほどはいかないかなとか思ったけど、やっぱそれぐらいはあったね。まあでも、正直ね、やっぱミリノコシ発狂みたいな理不尽要素は、あんま食らわなかったから、まあそういう意味では、まあ、前回よりかはね、まあ良かったかなっていう。まあ、ただね、普通にむずいわ。
まあ正直この編成全くおすすめはできないんですけど、まあでもラフィーネが結構有力なんじゃないかなって僕は思うんですけどね。やっぱね、でも本当に難しいのやっぱ序盤で、とにかくね、サラスバティと、あと、あいつ、オイフェ、あの辺りが一番しんどかったわ。まあ逆にそこを超えれば、あとはもうボスをね、削れるかどうかの話だからね。まあ正直やっぱグラビティもしくは、まあダメージ無効とかね。うん、その辺やっぱ積んだ方がいいかなって思いました。はい。というわけで、まあ皆さんね、ぜひ頑張ってください。終わります。